セッション 22TBS ラジオキーステーションに、小木チキと、南部ひろみが生放送でお送りしています。ここからはメインセッション。今夜のテーマはこちらです。メインセッション、探求モード。廃棄された冷凍カツの転売問題、そのからくりと食品廃棄の実態とは カレーチェーン店を展開する一番屋が廃棄を依頼した冷凍カツが不正に転売されていた問題は警察の捜査や行政の調査が進むにつれてさらに拡大しています事件は一番屋から廃棄の依頼を受けた大工とカツを購入した製麺業者ミノリフーズの2社が中心となっていますミノリフーズの冷凍庫には冷凍カツ以外にも大工から仕入れたというマグロや焼き鳥 味噌などの食品が大量に保管されていてその多くは賞味期限切れだったということですさらにセブンアイ・ホールディングスやローソンイオンも廃棄を依頼した商品がミノリフーズで見つかったと今日発表しました消費者からは見えにくい複雑な流通経路横流しのからくりや食品廃棄の実態は一体どうなっているのか また廃棄する側の企業や店頭に並べた店舗の責任はどうなるのか専門家に聞きますでは早速今夜のゲストをご紹介しましょうスタジオには消費者問題研究所代表の柿田達也さんそして食品安全教育研究所代表の川岸宏和さんを迎えしましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします えー、かさん、スタジオ、えー、久しぶりのご出演ということになりますね。はい。えー、んいさんはお電話で何度もご出演いただいてるんですけど、はい、スタジオは初めてとい,うことで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、お二人のプロフィールから改めて紹介させていただきますね。まずは、柿田さんから。柿田達也さんは、1953年生まれ、岐阜県のご出身です。慶応義塾大学小学部を卒業後、流通関連企業などを経て、独立。 え現在は消費者問題研究所の、えー、研究所の所長を代表を務めさ務めていらっしゃいます。食の安全や食育、食品表示問題などがご専門で、著書に一冊でわかる食品表示、新買ってはいけないなどがあります。はい。はい そししてて、続きま川岸宏和さんは1958年生まれ北海道のご出身です帯広畜産大学を卒業後大手ハムメーカー大手流通チェーンなど食の現場で品質管理に携わられ現在は食品安全教育研究所の代表を務めていらっしゃいます また、ホームページ、食品工場の工場長の仕事とはを主催されているほか、著書に、スーパーの裏側、安全で美味しい食品を選ぶために、 激安食品が三十年後の日本を滅ぼすなどがあります。はい、というわけで、かけたさんには事件の経緯などいろいろ伺うと同時にですね。今後の防衛対策、はい、どういったものが必要なのか、というのを伺っていきたいと思います。かけたさん、よろしくお願い,いします。はい、よろしくお願いします。そして、えー、川岸さんにはですね、この食品廃棄の実態、それから、まあ、流通の現状など、いろいろ伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願い,いたします。 まずはですね、カレーチェーン店、ここ一番屋が廃棄した、冷凍ビーフカツの横流し。で、この問題発端に、他の大手流通や大手食品の商品も横流しされていた可能性が今浮上しているということで、うん、こちらについていろいろ考えていきたいと思うんですが、これまでも食の安全についていろいろニュースがあったんですけど、今回の問題の続けどうお感じになっているのか、柿田さんはいかがですか ひ、まあ、一言で言うと、悪質だということはありますよね、はいはい、それからまあ予想以上に広がっているということも、ちょっと驚きだなっていう気がしますね、はい、なるほど、川岸さん、いかがですか、もう完全に今回は私利私欲に走ってる、はい、あのお客さん、食品というのはもう健康そのもの、体そのものを作るはずなのに。うん 企業がもう欲とお金に走った結果じゃないかなと私は思ってます、えー、うん、なるほど、そもそもの今回転売されるというそのこと自体が、まあ、あのちょっと、え、そんなことが起こり得るのかということで、うん、あの驚きではあるんですけれども、ーーこの経緯について伺いたいと思うんですが、まず、この勝つというのは、一番やからまあ廃棄処分されるということになるわけですよね、この廃棄処分された経緯とその後の流れについて、川口さん、いかがですか 異物が入って廃棄する。これは非常に素晴らしいことだと思い,思います。はい、ただし今回は工場で作ったものが異物が入って捨てるよと。はい、普通工場というのは異物が入ってものを捨てるときに、段ボールに詰めて完成品を捨てるときには、段ボールは外して、はい、このビニール袋も外して、はい、ビニールはビニール、段ボールは段ボール、 残差は残差で捨てるのが普通なんですね。はい,はい。分けるんですね、全部。あの、というのはやはりあの、段ボールは捨てる時にお金がいただける。うん。ビニールは捨てる方法が違う。残差はこういう業者さんにお願いする。はい,はい。それをなんでまとめて捨てちゃったのかな、というところは私は疑問が残ってます。はい。今回捨てたというのは、えっと、まあ、参拝処理業者に託したっていう格好になるわけですかはい。 はい、それでもあの丸ごと、例えば10というものを捨てる、10というお金がかかるのと、段ボールを外すと9というお金になる、包材外すと8.5になる、うん、そうすると工場側からすると、私、工場経験のほうが長いんで、工場側からすると、8.5のお金にした方が経費が浮くので、捨て方としては私、そういうふうになぜしなかったのかなという疑問が残ります。 これ人件費がかかるとかじゃないんですか,なか例えば捨てるときに、いちいちこう、分類すると、そこでやっぱ手間がかかるので、その後で任せちゃいみたいな。工場というのは常にゴミを減らさなきゃいけない、うん。はい、今回マニフェストできちっとしてても、工場のゴミを毎年毎年少なくし,しなきゃいけないって今度は法律があるんですね、えー。そうすると、まとめて大きく捨てるとゴミの量が増えますんで、人件費をかけてでも、 ゴミの量を減らす。はい、これは普通の工場管理なんですよ。<ー><ー>そういうふうにしてる工場多いんですか。多いです。ですから私もいろんな異物入れて工場いきあの工場の指導に行ったりしますけども、はい、ダンボールごと物捨てる。はいはい、これは後からお話しするその三分の一ルールで日付が過ぎてしまって捨てる場合と明らかに違いますから、はいえー、今回の場合はなんでダンボールを外して捨てなかったのかなと引きも私はずっと思ってます。ああなるほど。 まあそうした梱包されたような状況で、今回、代行という参拝処理業者に渡されたわけですね。はい、問題のカが作られたのは9月の、えー、2日、2> はい、で、えー、渡されたのが10月、えー、後半ということになるわけですか、はいはい、その後、このカというのはどういうふうな流れをたどっていくんですかこの後あの報道によると、みのり風図ということころで、外側の段ボールだけを外して、新しい段ボールにして、はい、 転売を行為をしていったと、えー、でそれからお弁当屋さん、スーパーさんに運ばれて、一般のお客さんに渡ったというふうに聞いてますなるほど、こうした転売行為というものはあの、どういった問題があるのか、あるいはこういったことって、ふ他かのほこも行わ,行われているのか、こちらいかかがです今回のね、一番の問題は、まあ、転売、転売って言ってますけれども、はいあの、転売してはいけないもの。 つまり、あの、職員として流通させてはいけない、その廃棄物が回ったということなので、はい、転売の話と、普通の中で転売っていうことはもちろんあるので、はい、それと廃棄物を転売していいっていう話ではないんですね。そうですね。まずそこのところを抑えないと、転売の話じゃなくて、うん、廃棄物がまず買う方も買う方でしょということですよね。はいはい、ですからそ、そこのところがまず押さえておかないといけないですね。うん、だから、転売するということについてはまた別の議論は ありますけど二重の問題だとう転売があの問題だということになるかどうかはまた別です、そういうことが行われていること自身は別に法律的にも悪いことではないので、はい、そういうとことがありますから、えー、そうじゃなくて、まずどうして少なきゃいけないものが、それが回ってしまったのかと、ここがまず一番の問題点なんですねなるほど。 でそのかつのその後、まあ、転売されていったとっいう、まあ、格好にまあなっていくわけですけれども、本来であればあの、その処理の在り方というのはどうあるべきだったというふうに、あの川岸さん、お感じになりますか 転売したもの処、理処理のあり方って。はい。あの、先ほどあったように、やっぱりそもそもまあ分類して、処分すべきだったという面があるのと、やっぱり産廃処理業者に正確に託した上で、例えばその後見届けるべきじゃないかっていう意見がツイッター、えー、メー、ルなどでるけれども、それはですから、転売の話じゃないです。はい。それは産業廃棄物の話のことなので、はい。転売っていうのはその後の話ですから、分けないとだめです、はい。そうですね。で、はい、その廃棄のあり方については、どういうふうに処理されるのが、まあ、望ましかったのかというか、ね、そうですね。だから転売の話じゃないです。 今だから廃棄の処理方っていうこと廃棄するときには今日100キロ出したよっていうことをあのこういうマニフェスト表というのを、はい、あの書いて業者に渡すんですね、はい、でそのマニフェスト表をきちっと最終処理までしたよっていうのをこれを戻ってきて綴ってるはずです,、はい、ですから工場管理としてはこの紙が途中、最終処分 で、処理したよっていう紙が返ってきたらそれを閉じとくよと。うん、ここまでが普通の工場管理なんですね。はいはい、で、今回いろんな、あのー、 他の企業さんたちの公式発表を見ると、私たちはこれをちゃんとされたかどうかを監査しなかったと。うん、見に行かなかった。これからはそういうふうにしたいよというふうには言ってます。ただあまあ見に行ったところもあるので、ここ一もう言ってることは言っていますから、処理されてるかを直接現地にはあの言ってるということを一般的にはこの紙を管理するだけで、まあ一番最初ぐらいにきちっとしてれば、まあ あとは騙まされてもしょうがないとは言いませんけれども、えー、まあ仕方ないのかなという気はしますうん、うん、あの産,産業廃棄物処理法では、こ,これで返ってくる、はい、その文書の確認だけでよくて、現地に行くっていうのは努力義務ということになってるわけです。そ、はい、それれれででで各県県れぞのれの条条例例があって、はい、愛知県の条例では、はい 有料認定された処理業者でない限りは、現地に行って確認しなさいという義務があります、それで今回の代行は、有料認定を受けていない業者なので、それでここ一は現地に行ってあの確認をしていると、まあ、ただその時にあに、こういったものは見抜けなかったと。 った結果なんですねですから、そういうことを言ってあのいる企業もあれば、あのそういうことは義務付けられていないですから、言、うんはい、っていなくて、単に書類だけで信用しているといったところもあるとなんリスナーの方からのご意見ですね、まずラジオネーム、工事の応援団さん、29歳の方です。 廃棄したものを売りつけた代行は責任の取り方を真摯に考えるべきですし、実りフーズで一番屋以外にも108品目もの製品が見つかったと聞いてゾッとしています。私たち買い手の見えない場所での転売はどうやって避ければいいのか悩んでしまいますね。安いものには注意するしかないのでしょうが、食中毒にでもなったら代行はどう責任を取るんでしょうかという。 そしてでですすね近藤さんという方からのメールです素朴な疑問なんですが廃棄処分を依頼した食べ物が間違いなく廃棄されたことをチェックするシステムはあるんでしょうか今回の発覚は偶然が重なったから発覚しただけなんじゃないでしょうかパッケージを外され調理されたら、えー、発覚しないように思えて恐ろしくなります 毎日全国で廃棄される食べ物はどれくらいあるんでしょうかそしてそれが間違いなく廃棄されたということがチェックできるシステムはあるんでしょうか手間はかかるかもしれませんが、廃棄を依頼する方が再利用が不可能な状態にして廃棄業者に引き渡すことを義務化することしか防げないのでは今回の事件はたまたま発覚したのではと恐ろしくなります。はい。 こちらのメール、かけたさん、いかがお感じになりますか。はい、あのまず、たまたまあの発覚したということは、その通りです。はい、例えば、行政があの検査に行って見つけたというわけでもないですし、はい、あの内部告発であったというわけでもないので、あのたまたまパートの方が、 このココイチというものが市場に出るということはないということをまあご存知だったので、こういったことが分かったということがあります、それで今まで、おそらく5年ぐらいやっていたんじゃないかと言われてるんですけれども、その間のものは、こういう点に出回ってるものが、こういうココイチとかなんか、ブランドで出てはいないんだと思います、それから今言ったように弁当、総菜とか飲食店の方にもかなり行っていて、見ても食べてもわからない状態で流通していたんじゃないかなという。 感じはありますね。はい。ですから、そういう意味では、うん、あの、たまたま見つかったということはあります。はい、それから、あの、流通経路の中で、こういうのも、あの。 調べるとかチェックするということは、まずほとんどあの無理ですね、無<理>でこれもあのどの段階であの嘘になったかっていうのはわからないんですけども、つまり、ミノリグーズも、いや、そんな廃棄物だとは知らなかったと言ってるわけですよね、まあ、それはちょっと考えにくいんですけども、はいはい、でそれ以降のところは、全部、機械区外の,あの商品だと言って、仕入れてると言ってるわけですね。はいはい、それれはもう通常の商品として流れて流る うん、わけですから、そういうものをチェックするとかなんとかっていうことはまずあのしないので、えー、こういうルート、流れてしまうと、あの見つけるっていうことは非常に難しいということな、ね、か確認することが難しいってことですこれがあの正規品なのか、そうじゃないのかみたいなことを確認できないはい、はい、できないですね、今回、異物ですけれども、最大で8ミリですから、カツ、えー、の中に入っているので、それを見てもまずわからないはいはい ただミノリフーズが認識してないということは難しい,いやというか、それはちょっと普通考えられないですね、参拝業者から食品を買うということ自身がおかしいわけで、はいはい、ですからそこは食品を作ってるわけでも、卸してるわけでもない会社で、参拝の業者から買うということ自身がまずおかしいわけですから、言ってることは、いろんなことを言ってますけれども、私からすると、グルになってやってるんじゃないかというふうに。 思いますけど、えーまあ、あの緑はそうではないということで,、ね、ではないと、はいうん、こちらについて、川岸さん、いかがでみど緑フーズで段ボールを付け替えてるよと、その段階であの今まで国一さんって書いた段ボールから緑の段ボールに変えた段階で、知らないってことありえないんですね、はいで、もう一つ、買う方についても、あの昔、クリントン大統領がファーム・トーテーブルっていう言葉を使ってます。ははい、はい 特に肉、畜肉に関しては、ファームからテーブルまできちっと管理されることが安全性を保つよと。うん、とすると、ミノリフーズ、もしくはお弁当屋さん、もしくはスーパーさんが、本当にどこで作ったの、はい、この肉は何産なのアメリカなの,あのオーストラリア、日本なの一言聞けば、あ、土地でもよもよっとだったはずなんですね。はいはい、ですから、農場から管理されてない商品。 そういうものを買ってしまった、うん、それはミノりフーズが一番悪いし、転売したところも一言聞けば、はい、私はどこかで防げたんじゃないかなという気はします、えー、何かこうちゃんと追っていくと、トレーサビリティが確保されているのかを知っていくというよはな、はい、そうしたことをまあ転売しているところも含めて、認識としてなかったということになるです、ね、確認して、この原料は本当はどこのと。 はい、いうのが分かんないと、うん、よくあるのは香料一つ、たった一つの香料で日本中が回収になったこともあります。えー、たった一つの添加物が日本で認められてない添加物が入って日本中で回収されたことがあります。はいはい、それを何の原料を使った、どんな添加物を使った、何々さんだ、どこから来たんだ。うん、それを全て管理する、せめて紙一枚でももらってると、はい、この参拝業者、みのりフーズでは、 その細かいい書書類が書けななはずなんですら、ねまあ、今回の,あの、いわゆる間に入った問屋が言ってるのは、簡単に言うと訳ありだということは皆さん分かってるわけですね、規、ま、格、あ、外だからとはい、はいで。その理由は聞かないというのが、まあ、いわゆるあのこういう人たちの中の干渉みたいな形になってるわけです、ね、一部衣が剥げた、一部工場の不良品だ。 でも大丈夫なんだよと。こういう商品あるんですね、確かに。あの、一般品でもアウトレットってあるじゃないですか。ちょっとチョコレートが曲がってる、プリンが歪んでる。そういったものがね、それの業務用だよと。と言われると、ある商品なんです、今、世の中に。ただ、それはどこかでトレース、ファームトゥーテーブルをやると、参拝業者が入ってるっていうのはおかしいよと。というのは、どなたでも気づくと思います。 また先ほどの方のメールでも、あの、108品目もの製品が見つかったと聞いて、ぞっとしているとあるんですけど、実際、あの、様々な品目が、あの、この2社の取引の中で、まあ、あって、ミノリフーズの方も全て代行から仕入れたというふうに発言しているということなんですけれども、その範囲はとても広い。だからこれは、まあ、ココイチのそうした、ええ、まあ、カツの問題だけにもとどまらなくなったと。川口さん、今こういった状態になっているわけですよね。はい。うん。 あのー、今回の異物が入って工場から出た商品と、はい、あのー、後でまあお話ししたいと思ってたんですけど、ある倉庫に入っちゃって、はい、スーパーさんに納品するときに納品限度を過ぎちゃった。例えば今あのー、3分の1、3分の1、3分の1ルールっていうのがあります。はい、賞味期限が3ヶ月であれば、 一月過ぎたものはスーパーに入れれなくなります。<ー>で、スーパーでずーっと置いといて、残り一月切ったら今度販売期限が過ぎちゃうっていうスーパーもあります。はいはい、そうすると、最初の問題、工場もしくは中国から持ってきた、ベトナムから持ってきた、日本でたくさん作った、ある倉庫にずーっと置いといて、スーパーに入れるときに一月過ぎた商品というのは、残り2ヶ月、2ヶ月、1ヶ月、 えー、二十九日の商品はスーパーに入れれないんですね。と、はあ、すると、その商品が運ごと、こういう業者に出されちゃう。と、うん、いうのはある話なんです。で、そういう商品がしない理由と他のこういう激安スーパー。私本も書きましたけども、えー、激安スーパーとかそういう問屋さんに出るとはよくあるんですね。うん、その話と今回の異物入ったのが入る。 こ3分の1のルールのルールーっていうのは、はいはい、どういうふうに設定されているルールなんですかこれはスーパーが,が売るときに残り3分の2ないと売りづらい、はい、ですから注文して入ってくるときには賞味期限の3分の2を残してくれないと困るよとうんいいよねということで約束メーカーと約束して作ったルールーです法律<あ>などではなくてそれで全部がそれをやってるわけではない。 ですから勘違いいしてくださいそれが決まりで全部動いてるわけではなくて、うん、そういったことの慣習が結構今の業界にあるということで、はいはい、これはもうあの国の方も分かっていて、うん、もう3年ぐらい前から、これを半分にしましょうということで、2分の1ルールということで運用しましょうという実験をしてるんですね、はいはい、でそれはあの今回の話だけどでゴミの問題ですね、うん、職員ロスの問題がこの3分の1ルールということで起きてるんじゃないかということで、それを2分の1にしようという動きを今、国と業 業界が一部の商品で、はい、あのやってるということですね。そういった監修ルールがもと元々、まあ、監修があったから、はい、あの転売のような経営というものはもともと起こり得ているんだけれども、はい、でも今回はその廃棄されたものが捨てられずに売られているということなので、はい、そのルートがまあ活用されてなのかな,なんなのか、まあ別の仕方の問題が浮き浮き上がってきているということなですね。そ,うそ,うそ,うそのルートに乗っかったということです。はいはいはい。のお弁当屋さんとかスーパーさんは<ー>そういう企画外とか日付の切れそうな商品、あと一日しか残ってない商品 が世の中にああるるるよよそれを買ってるよっていうのはあるんですねずっと、はい、ただ、過ぎてしまったものを買ってるよと、うん、これはちょっとない話なんです、もう一つはあの、異物が入ったものを売るよと、これもない話なんです、ですからそこは分けけななきゃいけない、うんうん、今回はそうした暗黙のルールというか、業界ルールでもないと想定されていたものが、はい、一部で行われていたことが発覚した。 ないってことなんですね、ううすね私もあの先ほどのプロフィール紹介で、大手ハムメーカーで、私、実際に営業もしてました、はい、あのスーパーから期限の切れたものを引き上げて、賞味期限の過ぎたものを引き上げて、お弁当屋さんに売ってることもしてました、ただ、それはもう何十年も前の話なんですね、はいはい、もうなくなったはずなんですよ。というのは、今まであの表面にいろんな問題が出てきますと、えー、使っちゃいけない抗生物質を入れたうなぎが再び出ちゃったよと。うんうん えー、どっかのそうめん屋さんがスーパーから引き上げたものを巻き,巻き直して、もう一回出したよと、はい、世の中、そういうことをしちゃいけないよということはずっと出てますから、うん、本当はもうなくなったんじゃないかなと、と、えー、いうことで私は本を書いたんですね、はい、もうないはずだけど、昔こうしてたよと、うん、ただ、それよりひどいのがまだやってるんだなという感想ですね。えーはい こうした中で、その、関わる企業、まあ、関わる企業というか、実際、商品を横流しされた企業も多くあるわけですね。はい、で、今回、そうした、あの、横流しされた企業の側に、何かこう、問い合わせをしたりとかですね、はい、そうした人も出てきてしまうという点があるわけですけれども、そうした企業側から何かできることっていうのは、もともと構造的には難しい面があったということですかうん、先ほど、垣田さんとも打ち合わせの部屋で話してたんですけど、<ー>八百屋さんで、 レジじゃなくて、こう、ザルにお金を入れて、こう、受け渡してたと、昔してたじゃないですか。はい、ザルでチャリンチャリン。はい,はい。そうすると、あのー、その小さな子供がフッとポケットに入れちゃうよと。うん、悪さをしないようにレジができたよと。うん、はい。同じように、まあ、こういう企業で、こういう転売されてるのはこれだけ公になっちゃった。うん。そうすると、工場から出すときには、まあ、先ほどメールいただいた方のように、必ず再利用されないようにして出さなきゃいけない。はい。 でもう一つ問題というのはこの倉庫から引き上げるもの倉庫から引き上げるものについてもきちっとしたところで下ろすしかないのかなという気はしますただ、うんうん、きちっとしたところで引き上げて日付が残り10日しかないものを引き上げました、はい、その時はいいことなんですね、うんうん、それがみのりフーズにずっと入ってて日付切れちゃったよ。 いういいのははここれからも防ぐことはできなココイチがあの対策を発表してますけれども、一、えー、つはその生ゴミのようにあの混ぜて、廃、え、棄、ー、の方に回す、うん、それから製品として出さなきゃいけない時には、必ず現地行って、最初から最後まで立ち会うと、うん、まあそういうあの対応策を発表してるわけですね。はい、ですから、まあ、今、菅井さんがおっしゃったように、出す段階で、まあ、これ、結局、元 れななければこういういい出回らないですですから、その元のところでも、これはもう商品として流通できない状況にして、廃棄物処理の方に出すというようなことが、あのそれはまあ法律でやるかどうかは別にして、企業の方がここまで来ると、その企業の法律的な責任とか、動員的というよりも社会的責任ということがあるわけです、それからブランドを守らなきゃいけない、そういったことでせざるを得なくなってくる今、状況に。 ここ一がそういうことやってるのに、じゃあ他は今まで通り製品としてじゃあ廃棄出して、うんうん、もしもこういうことが起きちゃったら、な、うんでということになるので、うん、そういう意味ではあの、いわゆる ビッグネームいっぱい出ましたけれども、はい、そういったところは、そういう対応を取らざるを得なくなるて回らないように、もうしてしまうという,そういうことですね、取らざるを得ないというのは、はい、そういうふうにこれから法とかが変わっていくというえと法律以前に、企業としてはやっぱりそういったことをやらないと、消費者の人に安心してくださいということをやっぱり訴えたい。 思います,よ、ね、ですからブランド既存リスクなんかを抑えるために、はい、そこにちゃんとお金をかけておきましょうということになるわけですか。という方向にい、うん、く可能性はあの、かなり大きいかなという気がします、ねうん、なるほど、はい、それはあのそうしないと、むしろ批判されるべきだっていうようなあのことにまで、例えば柿田さん、なってしまうんですか、れもあの結局、まあ、今回はみんな、こんなことありえないということだったから、想、ま、像、あえー、してなかった、これでありえることが分かったわけですよね。はいはい、そうした時に自分ののところの商品が悪用されるわけ 悪用される可能性があるのに、何もしなかったということでいいのかという議論は当然出てくるわけですよね。ですから、その企業にとって悪用されたんだから、うち責任ないよだけれどもあの、これだけビッグネームのところが、うん そういう言い訳で消費者が果たして納得してくれるのかと、うもうそのくらいの企業なんだから、そんな絶対横回しなんかできないような形で廃棄をしてほしいと、まあ、消費者の方から要望は出るでしょうね。えー、ただそれによってコストアップとかいろんな問題点は 出てくると思うんですけど、はい、そういう議論がされるようになると思いますということは、それぞれの例えばあのメーカーであるとか、あるいはブランドというのは、はい、自社でそれなりの処分というものをある程度受けようっていうところに投資しなくてはいけないということになりますかあの自分のところ、どこまでやるかということを、今まで以上にやらなきゃいけなくなるでしょうね。で、はい、ですかからああのの例えば袋はせめて破るとと、えー、そういういうことでもあの 抑止力には少しなるわけですよねだからこういう不正をあのできるだけ起こさせないような状態にするという企業努力をあのやってくださいよと、うちはやってますよと、はい、だからそれもここ以前がポンと今、発表したのもそれですよね、うえー、もう一回やったら、いやーということになりますよ、ね、なるほど、川口さん、いかがですか、今後の,その対策の一面について。 まず工場から出る場合と、スーパーさんとかそういうところから日付が切れそうなものを出す場合と2つあると思うんですね。はい、であの先ほど私お話したように、工場からその良品にしろ、不良品にしろ、規格外にしろ、ものを良品とじゃなく捨てる場合には、再利用されない形で潰す、はい、ゴミとして出す場合はあのガーっていう収集車、潰れる収集車、もしくは完全にばらして捨てる。うん これは実は私は今でも常識だと思ってます。はいはい、今からやることじゃなくて、工場からそういう商品を出すときには完全に再利用できない形で捨てるのが今も常識だよと。このスーパーさん。 スーパーパもしくはそういうところで日付の切れそうなもの、もしくは切れてしまったものを捨てるときには、はい、今、そのままの形で捨てるのが普通です、えー、例えばコンビニ弁当でも時間になったらそのまま袋に入れて捨てちゃう、えー、廃棄弁当みたいな、ね。廃棄弁当で、それをどっかの人が持っていっちゃうよ、えー、これはまあよく聞く話だと思います、うんはいで、そういうのはまた悪利用されるということになると、そのお弁当もばらして捨てなきゃいけない。 ぐちゃぐちゃにして捨てる。うんうん、スーパーで物を捨てるときもくしゃくしゃにして再利用できない形で包材を破ってすてる。はい、逆に PB 商品ってありますよね。ええ、スーパーさんのブランドについて。プライベートブランド。そういう商品を捨てるときにはそこまでのことをやらなきゃいけないのかなという気はします。うんうん、はい、はい ただ、あの、そうしたところにコストをかけたくないからこそ、参拝業者であるとか、まあ、例えば背景を代行してくれる業者に、あの、企業は依頼すると思うんですけれども、そのニーズというのはこれからもなくならないような気がするんですが、そこはいかがですかあのー、ここ、今回一番問題なのは、異物混入とか、それから、あの、記念切れのものが言ってるわけですよ。これは健康に影響を及ぼす、 可能性ががあるわけですよね、えー、今それが出てないだけで、はい、それが例えば大手メーカーのこの商品を食べて、それが不正に利用されて、うん、そこで誰か健康被害が起きたといった場合には、はい、やっぱりそのもちろん悪いことをやった人が一番の問題だけれども、うん、そういうものに悪用されちゃったと、やっぱりその大手企業なんだから、そういった防衛策は、こういうことをやれば防げたんじゃないかという議論になってくるわけですよね。で、はい、ですかからその今今ま違って今回ここうういうととあるんだとしかも健康に オイ,ルオイルス可能性があるものが出回ったんだと。 っったとところはちょっと違うんんでですす、うん、異質なんですね、はい、つまり、その健康に及びます影響のものが流れること自身はみんなで止めなきゃいけないんですよ、うん、国もそうだし、はい、それから企業もそうだし、業界全体もそうだしということで、じゃあ、こういった不正に利用される、横流しされることをどうやって防ぐかということをみんなで考えなきゃいけない、はい、その時に企業は企業で、やっぱりどう,どうしなきゃいけないかということを工夫をしていくという責任はやっぱり出てくると思います。うんその例えば 例えば製造元である企業に対して一定の責任を求める世論の声が出てくるだろうから、それに対して対応しなきゃいけないというです、ね、というよりも、小声さんがすぐそういうことを言ったということは、そういう世論に応えようとしてやってるとということですよ、ねえーまあ、それが企業にとってプラスになるだろうから、当然ながら、一番やば、まあそういった声明を出すと、ただあの企業によって、そうしたものは事務所でやるよりも、得意であろう参拝業者に任せた方がよりあの効率的かつ、適切に行われるだろうから、ま、あ 代理したいと、依頼したいというところもあると思うんですけど、はいます。それはもう企業判断になると思います。つまり、あの、はい、国がこうだとか、法律勢こうだということでは、今ではないので。えー、あの、どういった形が一番、あのベターなのかということは、それぞれの企業は考えると思います、ねうんうん。そこで、その。参拝業者との間に、契約と。監査っていうのがあるんですね。はい、日本の場合、契約すれば大丈夫だろう、約束すれば。 悪いいこととはしないだろうと、うん、私、あのー、実はウォールマートという世界一大きな、えー、流通で、秘密管理もやってたんですけども、はいはい、そこは必ず物を買うときには監査に行きなさいと、うん、物を仕入れるときには監査に行きなさいと、うん、いうことを私、ずっと教えてもらいました、うん、日本人というのはもう契約だけする、売買取引したらもう信じちゃうんですね。ははい、はい 世界っていうのはもう信じないんですよ。こういう悪さがやる。うん、見なきゃ悪いことをする前提で、あの、初回製造は立ち会う。ずっと流通立ち会う。は、廃棄まで立ち会う。これが常識なんですよ。はいはい。ですから、あの、信じるからこそ監査をする。うん、信じるからこそ約束をして、約束通りものを作ってるかどうか監査をするよというのが、 これからは原料は今、皆さんやられてます。廃棄、はい、のとこまでこれが必要なんじゃないかなという気はします。じゃあ、まずはそうしたそのまあ監査の面に関しては、各企業、特に大手はこれから強化するという対策がまあ打ち出されるところも出てくるだろうということですね。出てくると思います。うん、それか自社できちっとやるか、はい、で特にその工場から出ない、途中の倉庫から出る場合が多いんですね、はいはい、作りすぎちゃった場合。うん よく工場とかでもあるんですけども作りすぎちゃって100の子120作っちゃった、えー、良品なんでアウトレットで売ろう、えー、そうすると自社ブランド例えば PB の自社ブランドがアウトレットでプリンが売られちゃうこんなことが出ますからそこまできちっとしないように初回製造に立ち会ってそういうことができないように管理して監査をする、はい、これはもう必須なことだと思います。 ちなみにその監査の部分をですね、例えばその第三者的に行うであるとか、あるいはその監査の部分も代行するであるとか、そうしたような試みというのはあるんですかあります。ただし、その代行のところが本当にその企業の目で見てるかどうか、えー、それは十分すり合わせる必要があると。まあ、そういうのでも癒着とかいろんなのはあるんですよね。そうですよね。そこは気になりますよね。ISO の監査の人がステーキを食べに行ったなんていうのは、新聞出る時代ですから。はい ですからそこは日本人っていうのはやっぱりこうあるんですね。そこを完全に第三者ならそういうところに任せてそこが同じ目で見れ,見れてるかどうか、同じ視点で見れてるかどうかっていうのは十分打ち合必要があると思います、うん。なるほど。ちなみに今回の参拝業者であるその大工、えー、から食品、まあ、として買っていたこのミノリフーズなんですけれども、この企業はどういった企業だったんですか川口さん。 いや、私、ここのことについてはよくわからないですね。はい、あの、生面の面れれてて免許が、免許があって、はい、やってるっていうのは報道でしか見てませんし、あと、はい、まあ、報道で見る範囲では、まあ、非常に、まあ、食品を扱うのに管理できてない建物かなという気はします。なるほど。ですから、このお弁当屋さんなり、スーパーさんなり、ちゃんとしたバイヤーの方が、一度見に行ってれば、えー、決して買わなかったんじゃないかなと。う 通常、そのお弁当屋とか、そのバイヤーの方というのは、その、まあ、チェックをしに行って、実際どうだっていうのは、どれぐらい行われているものなんですか小さなお弁当屋さん、本当に一人二人のお弁当屋さんはやりませんけれども、はい、あの、ある一定量以上、うん、例えば、あの、何千食、何万食作られてるお弁当屋さんでしたら、見に行ってるはずです。はい。ただし、今回行ってないだろうなと。 そうしたチェックがないからこそ、まあ、長く、あの、経営というものが続けられるということになるわけですよね。はい、こうしたその転売業務、まあ、今回は、その廃棄されたものを転売した、はい、ということになるんですけれども、廃棄されたものを買うというからこそ、何かこう、安く仕入れら,られるからということで、こうしたような事業というか、まあ、違法なことにも取り付いたという点はあるんですか、ね、その廃棄と、まあ、かきさんずっと言われてますけども、はい、規格外とは違うんですね。廃棄と規格外別。はい。はい 今回のように異物が入った期限が過ぎたそういうい廃棄商品をこのお弁当屋さん廃棄って分かった買わないと思います、うん、ただ私が激安商品って書いてあるばあくまでも期限切れ直前、はい、もしくはその規格外、うん、商品をいまだに流通して安くお弁当250円200円のお弁当を企業努力して作ってるとかたくさんあります、はい、それは悪いことじゃないと思っています。うん 企画外の部分に関してま、まということはいろいろあると。ただ今回は、その販売業者が、例えば処理しますよって言ってお金をもらったときながら、はい、そこで処理はずするはずのものを別のところに売ってまたお金を儲けるという格好になるわけですよね。で、それを今度は隠して転売するというところがあって、はいはい、あとは知らないまま買っていくという構造が。はいはい あってしまうとやはりそのさ廃棄されているもの規格外ではなくて本来だったら処理されるべきものが売られるという段階で、はい、やっぱりそこで儲けのポイントだと考えた人がいるということになるわけですよね、今回は。ここの人が、うん だから機械商品なんかでも必ずいくらか値段はあるわけですよね、はい、ところが今回はまずゼロから始まってますよ、うん、ゼロっていうか、もらったとこから始まってますから、そうそういうことですそれ以外に利益もあって、はい、そして商品の流通はゼロ円からですから、原価ゼロですから、はい、もうこんなボロい商売はないということになるわけですね。ししかし本来であればあの ほとんどであればもうなくなっていくぐらいに考えてもいいぐらいの状況まではあの川口さんとしては認識としてはあったわけですよね。そうですね。うん、でもどうしていまだにこういったようなあの、まあ、やり方っていうのが、まあ、横行してしまっていたんでしょうか。ですから規格外がずっとあるのはあるんです。はい、そこにそれよりもおいしいものが落ちてたよと。うん、それに飛びつくんですね。はい、ですからそこにはあの最初お話してみましたように、もうお金と利益に 食品じゃなくて、10円玉、100円玉なんですね、それが、はいで。それはもう自分の口に入らない、自分の子供たち、自分の家族に食べさすものじゃなくて、みんな10円玉、100円玉に見えて、それを扱ってる。うん、ですから、食品を扱う人っていうのは、あくまでも食べた人の健康のためにっていう理念とか、そういう倫理観がないと、本当、扱っちゃいけないんですよ。はいはい、それが全部お金に見えちゃったんじゃないかなと。うん だから今回もね、あの、<う>出てますけれども、そのココイチ、ここ一だ というのに箱にはここ一度と書いてなかったと、今から思えばおかしいねと、いや、それは普通はもうその商売の時に普通は気がつくのに、はい、今頃なんで気がつくのということで、今、甲斐さんおっしゃったように、それよりも利益の方にみんな発しちゃったので、うん、本来こんなことでここ一チの流れてくるはずないよねと、ええ、だって360円であの店で売られてるトッピングが、5枚で398円ですよ、それ、うん、地元、愛知県ですよ。皆そんなそことは分かって、うん る、うん、はずなのにこんなことありえないだろうって普通は思うんだけれども、それよりも利益、こんな安いものがここ1だから売れるだろうと、だからすごく売れましたよね、からそちらの方に目がいってしまったということはありますよ、ね、なるほどそうすると、まああの、もともとのそのチェックできる体制、云々と話したまた別に、食に対する啓発啓蒙というものが、まあ、ビジネスに携わる人、あるいは消費者側にも広く、 まあ行われた方がいいといとうのがまあ書き立つの一つ一意見だ、とということになるですまあただそういったものがあのこういったあの中小のところまでどこまでできるかと、ああ行政そのものももちろんやってますし、例えば今回のカツの,の袋って、何の表示もないんですよね、これをあの売ること自身、まずお店としては職員表示法違反に。 なるわけで、えー、でもここな法律はもう十年、2001年からできてる法律ですから、はい、そういったことを業界の人が知らないっていうことはないんですよ、うんうん、だからすご、もうこういう商品を扱うこと自体、普通はしない、うん、怖くてしない、いよおかしい、こんなのがあるってことはおかしいということは、普通はわかる、うん、ところが、うん、そういう以前に、会社というよりも、お金に目がくらんで、 あの、おかしいじゃないかと思うものまで扱ってしまったっていうのが現状ですね。はい、うん、なるほど。では、あの、そうした中でどういった対策があり得るのか、はい、後半議論していきたいと思います。セッション 22, 22 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている、荻上知期セッション22。今夜のメインセッションは、廃棄された冷凍カツの転売問題、そのからくりと食品廃棄の実態とは、と題して探究モードでお送りしています。 スタジオには消費者問題研究所代表の柿田達也さん後半もよろしくお願いしますそしてもうお一方食品安全教育研究所代表の川岸宏和さんをお迎えしていますよろしくお願いしますメールいただいています、えー、この方は参拝業界にいる方からメールをいただきました、はい、残念な事件が起こってしまいました同じ業界全体のあり方が問われる事態だと深刻に考えておりますが本当にあってはならないことです 参拝の、えー、廃棄はマニフェスト伝票を使用して排出者がいつ何をどれだけ廃棄したのかどの業者がどこの中間処分場にいつ運搬したのか。 どこの中間処分場で受け入れて、いつ処分を行い、どこの業者がどこの最終処分場にいつ運搬したのか、などが、そのマニフェスト伝票で一目瞭然となっているため、現場の作業員レベルでは不正は行い難いです。しかし、えぇ、ー、登記されている物品の中には、商品価値が失われていないものがかなり多いのも実情で、今回は食品でしたが、 家電、文具、衣類などえ様々な製品価値のあるものが廃棄されているのでひょっとするとこれは氷山の一角なのかもしれないとは感じました業者の数もかなり多いので業者間での収集・運搬費用の価格競争もありますからこういった不正は表,表沙汰になっていない,のい,いないのもひょっとするとあるのかもしれませんあくまで個人的な感想であることは申し上げておきますが、ね。はい あの、先ほどの話で言うと、各企業がそのさ、ま、廃棄する際に、いろいろと、ま、監査をしていくことが必要だという話があった一方でですね、社会の中には今のメールであったように、もしかしたら他にも、他のジャンル、職だけではなくて、他のジャンルも含めて、え、本来だったら使用できるけども、廃棄されたというようなものを、転売する、転売するだけじゃなくて、本当は捨てるべきものを、あの、移るということも起こってるかもしれない。 そうしたものを例えばこれから広げてチェックしていくためには、川口さん、どんな議論が必要でしょうかあの先ほどお話ししますと、私、ウォールマートに少しだけいたんですけども、あのはい、食品以外は確かにあるんですね、こういう話、あ,ありますか向こうでもよく聞きます、はい、ただ、食品は、今回のはたまたまあの小さな異物で健康被害ありませんけれども、えー、例えば配合間違えちゃった、もしくは化学薬品が入っちゃった、はい、そういったものの健康被害が可能性ある、もう一つ 可能性あるのは、温度管理が全くされない状態で管理されてますから、本当に健康被害が起きる可能性があったんですね。はいはい、ですから、そういう危害のあるものを転売するのと、まあ、使えるから、まあ、ちょっといいんじゃない、泥棒に近くするのは、レベルが違うと思います。えー、うんですから、今回の件は、その、まあ、食品以外のものとちょっと分けて、はい 考えなきゃいけないのかな。うん。いう気はします。なるほど。ただ一点、例えば家電であるとか、はい、そうしたものだっても、後にリコールされたり、回収されたり、ありますね、火災の可能性があるのとかあったりして、はい、そうしたものが何かしら正規のルートじゃない仕方で流れたりとか、何か表記が消されたりすると、はい、やっぱり危険な面も、場合によっては商品はありますよね。ですからそういうものは、うん、やはり、きちっと再利用できない形で回さなきゃいけないのかな、うん。うん。なるほど。 そう,うのと結構幅広く、はい、あの業界を超えてということになりうる,ると,いということですかね。は影田さん、先ほどのメールはいかがですか、はいあのー 産業廃棄物というのはですね、食品はあの量的にはすごく少ないんですね。はい、で、前もあの、まあ、あの、少ないっていうのは全体から見ると言いうことで、え大体年間に食品の製造が出る、えー、1700万トンっていう数字が実は出てるんですよ。はい、ま、非常に多いなっていうんです。だけれども、産業廃棄物っていうのは全国で1万8000カ所ぐらい処理施設があるんですが、はい、その中で、 食品の廃棄物を請け負う処理施設は非常に少ないんです。少ない。はい。あの、もともと出がん、ものが少ないですから、ですからそういったところで、しかも、あの、今回のこの大行は、その、 どうも安く請け負っていたらしい、それであの多くのところがここに集まってしまったという、そういう構図があるかもしれないですね、ですから、そういう意味では、今ってのは、産業廃棄物全体の話と、それから食の廃あの話と、それからやっぱり住居層なので、そういったところで少しでも安いようとなる、でもその裏には何かがあるんじゃないかと、例えばその商品そのものも安いと何か裏があるんじゃないかと。 同じように。 こういった廃棄する業者とかなんかでも、メーカーの方たちは安いからといって飛びついてそこに任せるんじゃなくて、なんかそこまで安いということには、なんかうらがあるんじゃないかというようなことを、やっぱり、それは一つは監査とさっきおっしゃったようなね、そういった意識をそのメーカー側の方も持つというようなことは、おそらく必要なんじゃないかなということですね、だからこういうことで、食のことから、参拝全体の問題もる出てきたわけですよ、それからさっき言ったあの3分の1ルールなんかおっしゃってたように、 あの通常の食品ロスの問題ってもいろいろあって、うん、まあそういったこともいろいろやっていかなきゃいけないと思いますね、ただ今回だけはとにかくまずこういった不正流通をなくすという、まずここはなんとかしなきゃいけないと思いますね。 そうした中でそのまあよりその監査に入っていくっていうことがまあ一点あったりするわけですね。はいはい、この点って例えばあのそういうことをしないで騙された業者の側も企業の側も悪いみたいなあの仕方の部分もクローズアップされるべきだというふうにカキタさんはお感じになるんですか。えっとこれはですね非常に難しいですそちら側のいい悪いというよりも現実的にですね産業廃棄物のあの処理施設には行政が年間に何回も行ってるんですね。はい、で参考のばあ代行の場合にはですね十四、えー、年度 6回実は立ち入り検査を行政してるんです、はい、それで実はあのこういう不正が見つけられなかったんです、うん、でそれはなぜかというと、実はその悪臭がするとか、そういったことで、食品の不正流通を調べに行ったわけじゃないんですけれども、やってるんですね、で行政が行っても、なかなかこういう不正なものっての見つけにくいという現状は実はあります、うんうん、ただし、行かないよりは行った方が抑止力にはなるわけですよね、はい、年に1回行くよりも2回行った方が抑止力になる、うん、それは事実なので、じゃあ、 それをどこまでやるかと、あるいは企業をやるか、国がそういう義務付けをするかということも含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかなと川口さん、この抑止力、あるいは監査の効果というのは、いかか。がですか私、柿田さんが言われるように、こういうところにはこう行くべきだと思ってます、はい、基本的に。大事なのはあのー、その業者の敷地すべてを監査する。ほう ここからここがあの処理施設ですよっていうと、普通、一般的にはそこしか見ないんですね。通常なんかツアーをね、あの、ツアーを組んで、そこざーっと見て、あ、ここの事務所でこの伝票を見てくださいって、それを見ます。はい、じゃなくして、敷地を全部きれいに見てれば、あの倉庫の中にたくさん食品があったのに気づくはずなんですね。あれだけのものがあれだけの日付の長いものがあるということは、 その時だけ隠すってことはできなかったと思います。はいはい。ですから、あの、マクドナルドの中国の時もあったんですけども、監査の時はちゃんとしてた。はい。でも、終わったら奥から持って出てきた。あの時も建物全部を監査してれば気づいたはずなんです。はいはい。今回のこの大工のところも、あの、掘ったて小屋の中を蓋を開けてみれば何ですか、これはと。うん どなたでも言えたと思うんですよ。はいはい、ですから、ここだけですよと、ツワビでこうさーっと見るんじゃなくて、建物全部隅から隅きちっと見るよと、えー。いう監査が必要じゃないかなと思いますなるほど。対象範囲も広げると同時に、ある意味、例えば抜き打ち的にあの訪問するとかっていそう、然そうなんですね。あの、はい、役所の監査たちの足はよろしいですか。いや、うち担当休みなんでって言うともう終わりなんですよ。じゃなくて、あ、来ましたからと、うん、いうのが監査の基本なんです。はい ですから、その辺からもう考えなきゃいけないのかなってます。日本、うん、よくありますよね。消防検査していきますから、はい、そう、えー、あの、会社中で階段にあるとみんなするうそう。そういう監査ですからね、まあ。そのほうが行政も楽だったりすると思いますけど、ね、各企業が努力するっていうような個別のやるよりは、どこかが一箇所でそうしたチェックを本来であれば行政機能のようなところが適切に行ってくれれば、あの、まあ、それで随分と安全性が確保されて、本来はあるわけですよね。ただ、それは難しいと。えーえー あのまあ、例えばそういったところで専門の人をうんぬんというと、今度、税金の話とかっていう話もなってきますから、えー、その辺のはどういうやり方がいいかとか、はい、どういうやり方をするのかって、今、会社のおっしゃるの、うん、そういったことをこれからみんなで議論していく必要があると思いますね、はい、実際、そこまで監査している日本の企業ってどれぐらいあるんですか、あのー、結構、大手さん、今回、大手さん、名前出ちゃってますけれども、えー、大手さんは基本的にやってるはずなんです。やってるはずはずい でもやってるはずの企業でも今回のケースとして,て、うん、あの廃棄したものを転売されるというのは、まあ、二重の状況とあったわけですよねありましたね。ねですからそこでもあったんですからそれをより細かくでも,もう一つあるのはその、うん、先ほど言いましたように監査の時は監査ツアーを組んじゃいますから、はい、建物全体、企業全体を見抜く力。はい っていうのはあの確認に行くんじゃなく、悪さをしてるはずだから、それを確認にする。もしくは信用してるんだから、全て見せてよと、はい、いう確認をしなきゃいけないんじゃないかな。うん、<と>うん。なるほど。こんなメールが来た、はい。ラジオネーム万策尽きたさんです。私の自宅の近所の食品工場では工場内で出た。廃棄品や返品などを。 乾燥発酵させて料え肥料に加工して近隣住民に無料配布をしていますこのようなシステムを各食品工場ごとに備えることが広まれば今回のような事件は回避できると思うんですが世の中ではあまり一般的ではないのでしょうかとうん。うん結構やられてる企業さん多いですねすこれは今あのー いかにその廃棄物を100%使い切るか、えー、ゴミじゃなくて資源だよとスーパーでもそういう取り組みをやっているところが多いです、うん、出たお弁当廃棄物から肥料、飼料を作る、はい、ですから全てあのゴミじゃない廃棄物じゃないという取り組みや。 そういうところは多いんですけども、まあ、今回のこういうルートとはまた別なんじゃないかなとい気がします、うん。あの、職員リサイクル法っていうのもあるので、はい、そういったことでやるんですが、今回、あの、代行の逆に売りも、うちはちゃんと肥料にしますよという、あの、売り文句があったわけです。ううはい、で、今回、7000枚はそちらにしてるんですね。うん、で、そういったことがあるので、全部そこ処分しましたよということを、ここ一の方には報告、はい、あの、マニフェストで 言ってるわけですね。ですから、まあ、そういったところにも騙された。寝深いですよね。だからそういった方向を、例えば、あのほ、褒めていきましょうっていうこと自体は、まあ、いいことだとも思うんですけれども、それが自社でできないから代行してもらいましょうってなったら、そこもやっぱりその見せてる部分と、実際やってるところが違ったっていうところがある。ある先ほどのツアーのところと一緒なんですね。はい、本当のところはちょっとあるよと。ただ、裏もあるよと。はい、書類はここで作っちゃうよと。 されちゃうと普通の行政の方、普通の監査の方って見抜けなくなっちゃいます。えー、そこをどうやって見抜くかっていうと、この全体量の話なんですね。はい、何万枚、それでできた費用がこんだけ、そこまでの監査をきちっとやってれば防げたんじゃないかなと。なるほど。じゃあちょっとあの、ここでえっと論点整理も兼ねてですね。まず 発注する企業がありますよね。捨ててくださいというふうに依頼する企業と、それからそれをまあ受け負っている廃棄企業がありますよね。で、それとはまた別に、あの、処分や対応しなくてはいけない行政があって、で、我々消費者がいると。はい、それぞれのプレイヤーが、これからどういったことに注意して、どういった改革などが必要なのかということを、お二人にここから伺っていきたいと思うんですが、はい、まず企業の側は、もう先ほどから川口さんが、あの、口酸っぱく言っているように、まずは監査というものにもっと力を注ぎ、人材をそこでしっかり育てる、ここなんでしょうか、はい それともう一つは、悪いことされないような形で廃棄する、はい、ですから、ざるの中に十円玉を貯めとくんじゃなくて、きちっとレジに入れる、はい、同じように捨てる時にはもう二度と再利用できない形でぐしゃぐしゃ、もしくは分別して捨てるっていう、自分のブランドを守る努力が必要なんじゃなないかない、はい、そこはちょっとコストが割高になったとしても、ある意味、将来の保険になるんだという、はい、ことになるわけでしょうか。はい 掛田さんいかがですか。あのそれは同じですね。はい。ですからあの例えばその監査とかいろんな形を法律の方であの義務付けるということもあの。 考えなななきゃいけないいけかもしれないですよねただあの、そういったあの残差そのものをどういう形にするかということも、例えば法律で義務付けるとかって、はいまあ、そこまで厳しくするかどうかっというのはあの、これからそういった議論をしなければいけない、例えば努力目標であれば、あの全部で企業がそういうことをやるわけではないので、はいあの、そういった、こういったことがまた起きるかもしれないということであれば、はい、法律で義務付けるというようなことも考えなきゃいけない。 まあ、国とであのどういうやり方をやるかということをやっぱりちょっと。 現実を知ってる人たちの中で決めていってもらいたいなという気がします,、ねそうですよね、単に書類が増えました。でも、やる企業は、そういうふうな不正をこれからもしますだと、意味がないということになるので、そのあたりは、まあ、これから内部で議論していくということですよね。はい、それから、あの、廃棄する、廃棄を受けよう企業の中にも、今回のように廃棄全体が、その悪いかのように言われると困るんだようんそういった企業もあると思うんですが、そうした企業の、例えばこれからの取り組み、川岸さんいかがですか マニフェスト制度という良い,い制度があるんで、はい、この伝票に基づいて、いつでもうちの企業は見に来てください。きちっと管理してますよと。いつでも大丈夫ですよという、はい、今度、企業の透明性を持って、こう、見ていただく。うん、正直だからこそ、真面目にやってるからこそ、信用してるからこそ、監査に見に来てくださいと。えー、マニフェスト通りやってますよと。そういう透明性。 を持つことが大事じゃなだからツアーでもなく、抜き打ちで来てもらっても大丈夫で,ですよと、うちはマニフェスト制度にのっとってきちこの制度以上の制度を作る必要はないと思ってます、はい、非常にいい制度だと思ってます、この制度は、うん、一社一社の試みだけではなくて、何か業界としてということは、何かありますか業界としてもマニフェスト制度ができてますから、えー、その伝票通りにきちっと運用してるよと、はい、いつでも見に来てよ、透明性持って仕事してるよっていうだけで、私は十分だと思います。か制度改革といううよりはもう 個別の運用面での今,今ある制度をきちっと守るよと。はい、これ以上のルールとこれも非常にめんどくさいルールなんですね。えー、6枚も7枚も8枚の電票を行ったり来たりしてますから、これ以上のルールはいらないと思ってます。なるほど。さん、いかがですか。あの、会員さんがなぜそういうことをおっしゃるかというと、その、見に来なくていいよと。 なんで信用できないのというところがあるんですね。はい、ですからあの、そういう意味ではあの、自信持ってやってるんだから、どうぞということをあの、やったらどうだということをおっしゃって、えー、今はなかなか行っても形だけだとか、うんあの、そういった現地に行かないとか、うん、ということが実は今の現実なんですね。うん、だからあ,らかあそ,うそういうことですね。なんで俺のところ信用しないんだと、<ー>ちゃんと技術やってるじゃないのと,、うん、というようなあのところが結構多いので、それで企業も見に行かない、もう、うん、あのお任せだってで、法律もそこまでの の義務付きがないいからととうことで現地に行かないということがあるので、はい、あのそれだったら今度、逆にこういうことが起きたんだから、その参拝業者の人たちも透明性を持った方が逆に売りになるわけですね、うちの企業はちゃんとやってますから、どうぞというような方向性であのやっていった方がいいんじゃないかと、はい、まあ私もそういう気持ちになりますそれでもまあ不正も出てくるところはあるだろうと、そうした中で行政レベルでの対応は、川口さん、いかかがですか行政は柿田さんに言われているように、これからは。 一度じゃなく何度も行って自分の管轄からはこういう企業を出さないよというふうにあの今をの見に行っている方が思ってもう一つ言わせていただくと建物全部見ていただきたいなと、うん、行政の方の監査もと言っていううですね、はい。あのー、報道で見ている限りなんであの倉庫見なかったのとあそこのドア一つ開ければ 子どもでも気づいたでしょうとなるほどいうのが今回の感想です、ね、いきなり一足止びに規制論議に行くよりも、やることがあるだろうということになるわけです、ねはい、が、その辺のところは今あの、現地に皆さん行ってるんですね、特に愛知県とかっていうようなところで、はい、あの非常に責任重大でやってるはずですね、うん、行ったんだけども、あとから実は分かったということにならないと、うん、ですからもうそれはあの議論されてると思います、それからあの一番問題なのは、ここでもう一社、こういう参拝業者が出てくると、 これはやっぱりもっと法律をきちっとやらなきゃいけない、その見方いうう、ねね、ということになるということで、まあ、その辺のところはもう一社出るか出ないかということでも、国の対応っていうのは、ガラッと変わってくると思います、はい、最後に消費者、いかがですか、川口さん。お客さんはスーパーで物を買うときに、これはどこで作ったちょっと疑問持ったときね、えー、必ずお店の方に聞いてほしいんですね、お弁当のハンバーグでも、これ、本当に国一なの この一言があれば、このスーパーさんが、いや、間違いないよ、私が見たんだからっていう、そこで、その人が、表示違反になっちゃいますから。はい、ですから、疑問に思った時に必ず聞く、そのスーパーで買わないっていうことは私たちはできないんですよ。えー、家のそばのスーパーが潰れちゃうと大変ですから。そうですね、現実問題してそのスーパーを潰さないように、質問をして、スーパーをよく育てる。 これは、やっていいいいたただきたいなと思いますす柿田さんかかがですか、はい、もうこれは偽装事件も含めていろんなともそうですけれども、あのー、これなんかちょっとおかしいねとか、まあ、例えば今回の場合だったら、なんでこんなに安いんだろうというような、それで飛びついちゃって買った人が今回多かったんですけれども、そ,ねはい、なその時にちょっとなんでだろうなということで、その例えば安さのわけ。 それが自分で納得できるんであればいいと思うんですけども、それが分からなかったら、今おっしゃったように、ちょっと店の人に聞いてみるそうすると、その対応で、いい店かどうかっていうこともわかるんですよね。えー、あそこで指導部門になっちゃうとか、あの、いやー、機関か,かいっえて言われたから、とう言ったら、いやー、このお店の人何も知らないなとか。まあ、ですから、ちょっとそういったところで一言、なんか疑問に思ったら聞いてみるということは非常にいいことですね。はい。えー、柿田さん、川西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。